皆さん、こんにちは。石化所、屋上達、防食用品会社の工業君でございます。よろしくお願いいたします。これから弊社の冷感タオルを皆さんに紹介したいと思います。冷感タオルというのは、特別の意図で作り上げたのタオルでございます。特に夏場でとても人気の製品でございます。弊社では毎年日本に100万枚以上輸出しております。お客様ほとんど大手スポーツ用品会社です。製品の品質面では自信があります。では、冷感タオルの使用方法をご案内いたします。まずですね、冷感タオルを水に入れて水をたっぷりつけます。そして水を絞ってちょっと沸騰してタオルの冷感を出します。利用者の習慣によりいろいろ使い方があります。頭に巻いたり首にかけたり腕に縛ったりすることができます。物理的に体温を下げることができますからご安心ご利用ください。子供にも勧めることができます。あいわわわわわわ寒いですよ。寒くてしょうがないですよ。冷感タオルをかけすぎですね。でもちょっと大げさんですけど、もしこの効果を求めたら、まあ、冷蔵庫の冷凍室に入るしかないですね。でも、冷感タオルの効果について弊社ではちゃんとレポートで提供することができますので、もし興味のある方は、ぜひ連絡してください。これから冷感タオルの素材について紹介したいと思います。市場にある冷感タオルはほぼこの4種類に分けます。一番前は生地にナイロンが入っていますので、冷感効果が一番いいです。ただ生地の中にナイロンが入っていますので、プリントしにくいです。ほとんどの製品が無地の色になります。2番目は 100% ポリエステル生地使用していますので、普通の色だけではなくプリントもできます。ご覧ください。まあ、このような顔をプリントしたら、まあ、見るだけでも寒くなるでしょう。3番目、4番目は半冷感と無冷感タオルになります。見た目が一緒なので見分けするのがとても難しいです。普通の糸で作り上げたものなので温度を下げる機能がないです。ただのタオルでございます。コストが低くて価格も非常に安いのでご注意ください。以上、冷感タオルの説明が終わりました。ぜひ弊社の冷感タオルをご注文してください。もちろん他のマイクロファイバータオル製品に関するご注文がございましたらも連絡してください。ご清聴ありがとうございました。